この動画は、PC 版アークの漂流生活をダラダラお送りしているものです。二次創作でキャラの性格が適当な点、過剰な演出が多々あることをご承知おきください。さあ、ワイバーニを、急ぐのです。前方の黄色、山吹色、の点がプレゼントか。はいよ、はいよ、なのです。マップ中央で待ち構えて、周りを見渡してからで十分間に合うわね。さすがワイバーンです。オーロラも綺麗なのです。夜も悪くないですね。夜になるたびに2個、タイミングが良ければ4個は回収できますね。前の堂々は辛かったからな。あれは地獄でしたね。ははなんか、イカが水に覆われなくなったわね。呼吸用に水を抱えている感じです。で、またワイバーンの卵をかっぱらってきたか。レベル155でした。もっと高レベルが欲しいけど、まあ、許容範囲ということで。よし、無事生まれましたね。色はイベントカラーじゃないんだな。あ、男の子ですね。これで先に生まれた子とペアになれるわね。お姉ちゃんも、155の卵だったので、してい。そこはかとなく、背徳の香りが。サスペンスなのです。うん、世話の感覚の値は、上げるんじゃなくて下げると短くなるのね。さっき、世話の感覚が5時間半ぐらいになってましたね。刷り込みボーナスは、2000に期待しましょう。ワイバーンの卵をかっさらうときに、高レベルでイベントカラーのアルゲンがいました。ほう、そいつをテイムするのか。はい、綺麗な子でした。って、すごいボロボロです。野生同士で争っていたのね。回復も兼ねて、他のアルゲンをテイムした罠に連れてく？かなり遠いが、どうするよ。無事、門下生に加えたいので、そうしましょうか。10分以上かかり、罠に入れるのも3回は失敗という。急いでいることもないし、いいでしょ。でも、サンタさんからのプレゼントを初披露です。サンタさんからのプレゼントでライフルってのはどうなんだ？至高のライフル。いい子へのご褒美に最適。そうか。せっかくなら、設計図が欲しかったけどね。一品物なので、大事にするのです。朝になったら、急かされてここまで移動させられましたけど、霊夢は朝修行するような柄ではないですよね。あなた、私をどんな目で見てるのよ。そうだけど。そんなことはいいから、早く設置するのよ。霊の見かけにですか。ということは、何か大物がいたか。昨日のアルゲンを誘導中に見つけたのよ。抹茶色のティラノ？色はともかく、最高レベルティラノサウルスよ。あの、ショートタイプのシリーズで、もう、最終決戦用の恐竜を手に入れるとは。いたんだからいいでしょ。横から見ると、抹茶というよりメロンソーダっぽいです。そういえば、三ツ矢サイダーの三ツ矢メロン。あれ、メロンの味しないわね。え、どんなのでした？ラベルを水に飲んだら、ジンジャーエールかと思ったわ。甘さ控えめで、酸味強め、ってことか。あとファミマの照り焼きローストチキンレッグ？あれはハズレだったわ。はい？もっと甘めの想像してたんだけど、これじゃないってのが口に広がったわ。今年もぼっくりだったか。うるせえ。振動には関係ねえイベントだよ。コンビニへの栄養妨害なのです。最大のイベント終わってるからいいんだよ。ヨウムの次は霊夢が荒れてきたぜ。すぐ近くに、高レベルのお嫁さんもいましたね。まとめて門下生に。ふむ、これでボス戦の足がかりができたのか？ありがとうサンタさん。いい子にしてたからいい子が家族になったわ。いい子だったのか。いい子ですよ。野生のティラノに追っかけられると涙目でしたけど、仲間になるとさすが頼もしいです。そりゃ、レギュラーメンバーだしね。あそこの捨て子にでも喧嘩売ってみる？はい、早速戦力チェックです。ステゴサウルスは強化が入ったから、ダメージあまり通らないな。あ、消えましたよね。おう。なんかたまにあるわよね。天狗じゃ。天狗の仕業じゃ。あやかホタテか。あ、ホタテはバター焼きが好きです。この世界には真珠貝しかいないぜ。そうなんですか？そろそろ海産物も食べたいです。ということで、今回は、世界からのプレゼントをもらいました。でも、なんでしょう、この雑な海洋進出フラグは。今年ももう終わり。年の瀬、体に気をつけてお過ごしください。中の人はずっとダメダメですけどね。年か？では、また。